朝だよ、気持ちいい。さあみんな、おトイレする人はおトイレして。さあ、どういう字も出てきたか。この中に A ちゃんが入ってるっていうね、元気おば。なあ、A ちゃん、葉っぱとか食わんでいいから。材料買ってきました。気温22度、明後日から和室のリフォームが始まりますので、材料会にね、鳴沢に行ってたんですけど、鳴沢は26、7度でしたね。ずーっと獣探しとか、まあここでするかどうか、獣探しぐらいしかないもんな。まあの、でも快適な気温と気候や。元気だね、ばっちゃん。くるくる回ってるだけやろに。エミもくるくる回ってる。くるくる回ってるだけや。エイちゃん。ね、朝から荒ぶってるんですよ。ほら、あそこにおるおじさん。おじさん見っけ。おじさん、ロイちゃん、ロイちゃん、なんでそんなテンション高い。どうしたのあんた。あのね、今日朝散歩そんなにね、1時間ぐらいしか行ってないので、お元気ものものです。事故されたし、ロイちゃん復活しております。さあ、今日の富士山も美しいよね。ロイちゃん、ロイちゃん面白いな。お父さんと一緒ぐらいやな。もう入るの。はい、どうぞ。どうぼりして帰っていった。あっちゃん、爽やかな朝です。気持ちいい。お着物くん、ずっと外出てからあれよ、ススキの方が開き始めましたな。ね、でも結構そこそこ日向は暑いです。日陰はね、だいぶもう涼しいですよね。まあ夏でも日陰は涼しいですけどね、はい、青々とした芝生。 A ちゃんは何か草を食べにやってきた。よし、追跡してみよう。あれ、ゴロンすんの。最近ちょっとロイちゃんに絡んだり、ロイちゃんと仲良しになってきた。富士山綺麗に昼間と違って見えております。夕方散歩、今日もちょっと違うコース歩きつつ。何ですか、今日お湯が垂れてますよ。王の晩御飯がいつもと違うということは、この笑い声が聞こえるよ。ロイが遊ぶ気になってんのに、お前誘ったんやったら最後までも遊べよ、ロイと。お前が誘ったんや、ロイと遊んでこい。ほら、ほらほら、ロイがお前、手持ち無沙汰になって、お前、ソファーじゃない、クッション噛んどるやろ、お前。中途半端に遊ぶから、ロイはお前手持ち無沙汰で、お前バスタオル噛んどるやろ、お前。レン、レン、ロイはお前手持ち無沙汰なってるやないかい。ほら、
ロイちゃんと遊んであげなさい。よかったね、ちゃん。